フィンガルはアイルランドのレンスター地方のダブリン県に位置する地方行政区画の一つ。フィンガル市はダブリン地域を構成する四つの市の一つであり、中心街はソーズである。名称はスカンディナビアの外国人の中世の領土に由来している地域に定住した。フィンガル市議会は地方自治体である。二0十六年の人口は六千二百十四人であり、 ダブリン地域で2番目に人口の多い市となっている。フィンガルは1994年にダブリン県が分割された3つの市の一つである。主な町はソーズとブランチャーズダウンであり、小さな町にはバルブリガンとマラハイドがある。広大な住宅地のある郊外の村にはバルドイル、キャッスルノック、ホウス、ラスク、ポートガーノック、スケリーズなどがある。 北部と西部に小さな田舎の集落が存在する。フィンガルのモットーは土地と水の豊かさであり、歴史的にこの地域の農業と漁業の強い結びつきを反映している。また、バイキングのロングボートを備えており、北欧がフィンガルに到着したことを表しており、既存のアイルランドと統合された。フィンガルは北にミーズ県、西にキルデア県、南にダブリン市と隣接している。 フィンガルは、隣接するダブリン都市圏の人口を密集した、郊外地域から、離れた田舎の村や、人口の少ない農業の町地まである。フィンガル市議会は、バリームーン、サントリー、フィングラスの最北部も管轄している。フィンガルという名称は、ダブリンの北にあるバイキングの集落である、ファインゴール中世の領土に由来している。バイキングは、ダブリンの後輩地を、ディフリナスキリと呼んだ。 英語では、カウンティ・ダブリン、カウンティ・クレアなど1898年以前に設立されたカウンティの名称の前にカウンティという単語をつけるのが一般的だが、後に設立された行政区画はそうではなくカウンティ・フィンガルと呼ぶのは稀である。その際、日本語では県ではなく市を用いている。フィンガリアン語は絶滅した言語であり、ゲール語の影響を受けた。 コエー語と中英語とコノルド語を混ぜた言語だった。19世紀半ばまでフィンガルの人々によって話されていた。ノルマン人がアイルランドを侵略するまでは入植地とその内陸部は行政区域にはならなかった。1208年にフィンガルの主権はイングランド王のジョン王によってウォルター・ドレイシーに与えられた。現代のフィンガル氏は1994年1月1日に 設立され、1993年の地方自治体法に基づくダブリンの行政権が分割された。この法律では、以下の地方自治体の行政区域の法的設立を規定している。また、現存するダブリンコーポレーションの管轄下にある地方自治体の行政区域を承認し、その権限を解明されたダブリン市議会に帰属させた。12世紀に、 方剣組織として設立された旧ダブリン剣は法律の下で廃止された。フィンガルは2015年に設立された東部及びミッドランド地域の管轄内にある。2世紀にプトレマイオスはエブラナをエブラニと呼ばれる人々の首都とみなしていた。エブラナの西はテフィアと呼ばれ、東はブレジアとして知られていた。ブレジアは5つのゲールトリオチャチェズ。 またはそれ以降の断尺量で構成され、タラの丘の王によって統治されていた。王子と様々なゲール人市長は、8世紀にバイキングが来るまでこの地域を支配していた。841年までにスカンディノビア人の入植地がダブリンに設立された。902年に放棄され、917年に再建され、その後開発された。11世紀までに確立されたため、 周辺のネイティブゲール人の間でも、ハイバーノノース王が統治するマイナーな王国とみなされていた。ダブリン王国は最大でもドロイダからアークローまで伸び、中央部のアイリッシュ海から西方のリークスリップまでは、ほとんどが細い沿岸地帯だった。クロンターフの戦いの後、ブライアン・ボルオーがアイルランドのバイキングの権力を削減したとき、ダブリンのノースアイルランド王国は、 独自の死教、アイルランド人ではなく、ウェストミンスター階層の一部であり続けたが、徐々に、レンスター王に影響された。ダーマイとマック・ムルチャダは、1166年に、バイキングが追放される前に、12世紀後半に、カンブロ・ノルマン人によってこの地域が侵略された一連の出来事の前に、地位を確立した。初期のアングロイコール・ノルマン女性1169年に、 アングロ、カンブロノルマンが到着すると、ゲールの古いミース王国の領土が1172年頃に、イングランド王のヘンリー2世によって、ヒュードレーシーに約束された。当時、ミースは、現在のフィンガル氏の大部分、ウェストミーズ県、ヒルデア県の一部にまで広がっていた。フィンガルは、ミース固有の一部として含まれていた。ストロング王は、王室のうち、手数量を割り当てられた。 死于地、ダブリンのサービスの支払いには、ダブリンのヒュード・レーシーの後見人の場合のように。これは、彼が市内で、セント・メアリー修道院に、自分の名前で行った、いくつかの助成金、およびキルメーナムにあるエルサレムのセント・ジョン病院の、設立によって証明されたようです。したがって、ストローン・ボート・ヒューで、レーシーの両方が、ダブリンの王室領内で主権を行使しました。 ダブリン市内の他に王室所有地も南西にある王室の邸宅のクラムリン、エスカー、ニューカッスル、サガートと南東にある王室所有地のオーシー、オーブラント・オーケリーで構成されており、アイルランド5県のテナントが王冠から借りたものである。ダブリン県の土地の半分以上は宗教家屋と修道院、大司教と修道院、未成年の領主に与えられた。 アングロイコールノルマン人が到着した時にクアランの領土を支配していたアイルランドの首長マクギラモコルモンクに財産が与えられた。ドレーシーはこの土地の大部分を家臣に分配し土地を離さなければならなかった。また、ダルトンはハリスによってハイワーに家で与えられたこれらの助成金の列挙への参照を提供した。ヒュー・ドレーシーは1178年に王に任命され、 王室が一時的に倹悪された後の1181年にも、再び任命された。ミースを付与したおかげで、ヒュー・ドレイシーはその領土で、パラティン伯爵に任命され、一般に、ドレイシーの男爵と呼ばれる彼の様々な家臣に分けた。これらには、ヒュー・タイレル、ジョセ・デン・デ・アングロ、ナバンとアード・ブラカンの男爵、ドゥミス・セット、アダム・デ・フェイポ、フィッツ・トーマス、ハット・ジー、リチャードド、 フレミング、ダレンバーティのアダム・ダラード、ギルバート・ドヌジャン、リチャード・チュート、ロバート・ドレーシーの子孫、ド・コンスタンティン、マガーナンのメーラー・フィッツ・ヘンリー、ラスケニン、アード・ノッカーガール。イングランドのジョン王子1184年には、ジョン王子は、アイルランド教徒モーティーン・伯爵は、ダブリンの司教の会見に、フィンガルの十分の一家を与え、エドワード王によって1337年に、 確認され、1395年にダブリンにいたリチャード2世によって確認された。ジョン王子は第30次軍に欠席したリチャード1世の治世中にロビンフッドの物語で際立って登場した同じ人物に他ならなかった。1189年、ロビンフッドが解散した時、ロビンフッドの偉大な仲間であるリトルジョンは強盗で発見されるまで、 ダブリンのオックスマンズタウングリーンでアーチェリーの異業を発揮したと言われ、近くのアーバーヒル刑務所にて公主刑にされた。マイヤー・ラグネディとして知られている別のロビンフットはミース、レンスターおよびフィンガルで多くの盗難、焼夷行為で囚人として捕らえられ、トリム状にて公主刑にされた。ヒューの息子、ウォルター・ドレイシーは1194年にリチャード一世が アイルランド教を行使した際に、チャールズによってミリス試験の資格を手に入れ、1186年に父のヒュード・レーシーが死亡した時に未成年だった。ウォルターはフィンガルを含むすべてのヒューの支配権を継承し、1208年のジョン王の許可により、交渉の支配権と同じ条件の下で永久に確認され、ダブリンの執行官としての奉仕に関連する。 元の条件に制限されなくなった。諸法的断釈料元の名前に関連して最初に知られている行政規定は、ジョン・オからの手紙の特許によって確認されたフィンガル法権領主の最高権力による許可だった。このバロンは1208年にウォルター・ドレイシーとその相続人に永久に付与された。助成金は管理責任の範囲と委任された権限の制限を 説明している。その他の派生物、または関連する、助成金と、称号上述のように、ジョン王がウォルターへの遺産の一部として、ファインガルを与えた時までに、ウォルターの父親ヒューは、すでにその一部を家臣に偽装していた。従って、ファインガルはもともと許可された時、より優れた支配権であり、より少ない断爵量で構成されていた。王冠を無制限に、 そして永久に保持されていると確認された。フィンガルの支配権は複数の小侵略されたいくつかの小さな断釈量よりも優れ、最終的には複次的属性が生じた。さらに他のいくつかの断釈量が封建的な保有物として存在したか、フィンガルの地理的領域内に設立され、ダブリンの他の部分でも設立された。中世の課税とペール地理的には、 フィンガルはペールの中核地域となり、アイルランドのその部分はノルマン人によって、そしてやがて英語によって集中的に定住した。1285年から92年の期間の王への税金の収入の記録は、フィンガルを別個の領域として示し、ダリーク、ケルズ、六世紀ン釈領、または君主、並びにバレーと共に、時にはダブリンから分離していた。 法権制廃止法権制度は2009年7月21日にウラクタスによって可決された土地及び輸送法改革法に基づいてアイルランドでようやく完全に廃止された。法律はそれに応じて法権的所有権を廃止したが監修的権利及び法的相続財産を含め土地の辞書を保護した。フィンガル伯爵フィンガルの伯爵として貴族の称号は イングランド王のチャールズ一世によって1628年に作成され、ルーク・プランケットが最初のフィンガル伯爵となった。しかし、フィンガル思考文書館が取得したフィンガル財産書には、フィンガルのどの物件にも関連しておらず、ミースの土地に関連しているという。フィンガルの称号は1984年に12番目と最後の伯爵が指揮をしたとき、 同じ名前の種族の男爵領と共に消滅した。1208年の交付金ではダブリンの谷とみなされたフィンガルの大部分はダブリン県の一部であり、校舎が1210年のアイルランド訪問中にジョン王ーによって作成された最初の12の県の一つとして設立された。その歴史は次の8世紀のダブリン県の歴史の一部を形成している。1985年。 ダブリン県は3つの選挙区に分割され、ダブリン・フィンガルが北部の県となった。1994年にダブリンの行政権が廃止され、選挙区に類似した3つの新しい行政区画がダブリン・フィンガルの代わりにフィンガルに置き換えられた。古くはフィンガルとして知られている地域の一部を含みダブリンの旧県内にあった。2001年の地方自治法の制定により、 ダブリン県から独立として決定された。フィンガル市議会が地方自治体である。ダブリン県議会とダンレアリーコーポレーションが1994年にウラクタスの法律、地方自治体法によって廃止されたと同時に設立された。現在、ダブリン地域の4つの市議会の一つである。市庁舎はソーズにあり、ブランチャーズタウンにも管轄がある。市議会は、 5年ごとに行われる選挙で、短期常識投票によって24名、選ばれる。ドイルエアランへの選挙では、ダブリンノースとダブリンウェストに分かれており、マラハイドとホースはダブリンノースイーストの選挙区にあり、マルハダートの小さな部分はダブリンノースウェストにある。ダブリン空港への道路エアリンガス9本社、ホース港は東海岸最大の漁港であり、 国内で5番目に大きい港である。ダブリン空港はフィンガル市内にあり、エアリンガストライアンエアーの本社がある。ダブリン空港の運営者であるダーは空港の敷地内に本社を置いている。さらに、ソーズは ASL 航空、シティジェットの本社がある。2006年、フィンガル市議会はアイルランドの建設業界の著名な人物、政治家。 EU のエネルギー委員であるアンドリス・ピエバルグスがアイルランドで最初に地方自治体に義務付けられた持続可能な建築要件を導入したことで賞賛された。8つの部分のすべての建設に関連するポリシーでは全ての建物の暖房と温水に関連するエネルギーと二酸化炭素の排出量を少なくとも60%削減する必要があると規定している。 暖房や温水に使用されるエネルギーの少なくとも30%は太陽光、地熱、バイオマスなどの再生可能資源から発生している。1999年から高等教育機関であるブランチャーズタウン工科学院があった。同学院は2019年1月1日からダブリン工科大学の3つのキャンパスの一つ、ブランチャーズタウンキャンパスとなった。フィンガルには モートンスタジアム、アイルランドの国立陸上競技場、2003年のスペシャルオリンピック競技場がある。2007年から2011年の間、モートンスタジアムは元サッカーチームのスポーティングフィンガル、FC のホーム試合を主催した。フィンガルには多くのゲイリック体育協会チームがあり、政治的権、市の変更がガー権に影響を与えていないため、ダブリン県ガーの下で、 組織されている。ありがとうございます。